ウィリアム・フレデリック・ハルゼー三世は、アメリカ合衆国の海軍軍人。最終階級は、海軍中尉空母、サラトガ。ハルゼー家二代にわたって、縁のある館であった。1916年、父ウィリアム・ハルゼージュニアの息子として生まれる。父と同じく、ビルと、あだなされ。 海軍将校の道を目指したが父親同様視力が劣っていたためアナポリスに入学することができず、プリンストン大学に進学した。大学時代にはボクシング選手として学生チャンピオンになり、学部評議会のメンバーになるなど活躍し、同級生からの辛抱が厚かった。1938年、大学を卒業。デュポン社と NBC で働いた後、 海軍予備士官となった。1943年には補給担当の予備中尉として空母サラトガに乗り組んで父と同じ南太平洋戦線で戦い、ラバウル空襲にも参加した。ラバウル航空隊は米軍にも高く評価された日本軍精鋭の航空部隊であり、父ハルゼージュニアは息子が戦死するのではないかと不安に思ったことを後に回想している。 1944年、28歳の時、デラウェア州、グリーンビルで6歳年下のツマメリー・ジェーンセル・カークと結婚。タイム誌にも、第三艦隊司令官、ハルゼーの息子として記事が掲載された。戦後は、家族で1950年に、カリフォルニア州ラホーヤに移住し、当時プロボクサーを引退して、実業家に転身していたジーン・タニーのもとで不動産。 開発業に従事した。この時期ドワイト D ・アイゼンハワーと関わりを持っていた。1962年、娘ジェーン・ハルゼーは、リーヒキューミサイル巡洋艦の8番艦、ハルゼーの浸水式を行った。父・ハルゼー・ジュニアと、山本56の対決を描いた、映画、ザ・ギャランとアワーズの撮影中、撮影の行われていたペンドルトン基地に父を訪ねた、ことがある。 父春ュニアを演じたジェームズ・キャグニーの演技について、第二次世界大戦中の父によく似ていて、大変驚いたとコメントしている。2003年9月23日、ラホーヤにて87歳で死去した。ありがとうございます。